寝れねえわ、ただいまですね2017年6月の9日、22時10分です。よろしくお願いします。寝れない寝れない寝れないよ。残念ながら全く寝れません。まあそりゃそうだよな。ボンちゃんいらっしゃい。まったり雑談やろ。まったり雑談でいきましょう。こんばんは、ピカマンさん、こんばんは。今日マジで寝れねえかもな。最悪だぜ。こっからだって明日の夜まで寝れなくて、試合とかもう死ぬよね。いや、元気だよ。うん。元気だけど、寝れないっすね。まあ、そうだよな。2週間睡眠障害で悩まされてんだからさ、寝れるわけねえよな、当日にな。ヒカルくんとか何やってんだろう。放送やってんのかな。サボさんお帰り。寝れねえわな。まあまあこうなる運命ですよ。いやーいやー寝たい。それじゃあラブリーいらっしゃい。捨て頃のせいで睡眠障害。そうなんだよ。いや、もともと睡眠障害持ってて、結構重たい、重たいっていうかね、ヘビーな睡眠障害なんだけど、追い打ちをかけられてる。さらにって感じだよね。連動さん以外配信しない。なんかね、残念だよね。みんなやっぱ、いや、だってこんだけ配信者がガン首揃えてるって配信しないって異常事態だからね。うん。異常事態。異常事態だ。うん。明日はね、夜の19時からでございます。夜の19時からです。うん。6月は YouTube に上がるんじゃないかな。その辺は分かんないけど、いやでも本気度がうかがえるよね。これで本気度がうかがえる。19時からキャス便所太郎さん、金梅さんがでもそろそろなんか覚醒しそうな感じがするんだけどね。金梅さんとヒカルくんがなんか突発的になんかやりそうな気はしなくもないよ。あの二人がここで何もやんないっていうのはちょっと不穏な動きだよね。録画残してほしい。便所太郎さんがそれ放送権限だからね。俺にはその権限がないです。こんばんは。旅行前もワクワクドキドキで寝れないですね。旅行の前。うん。ゆうへいさんいらっしゃい。先んちょはだって24時間後にはもう終わってる。そうだよ、24時間後に、明日のこの24時間後には泣きを見てるか天国を見てるかだよ。もう地獄か天国かだからね。さっきまで YouTube でカイホさんとやりとり見てたんだけど、あの人やばすぎだよ。ワードさん鈍感だから気づいてないだろうけど、恋愛相手としてロックオンされてるよ。いや、本人が恋愛対象じゃないって言ってんだから。恋愛対象じゃないんだよ。はい、ありがとう、ワード2。俺鈍感じゃないよ、全然。本人から聞いてるもん、ちゃんと。俺恋愛対象じゃないでしょって言った。違うよって言ってたから。違うんだよ。はい、亀尾さん、ワード2。ちゃんと確認取ってる。裏取ってるから、俺。やばいも何も。うん、何がやばいのかよくわかんないけど。やばいの？どうやばいの？そういうの全然わかんない。どうやばいのか教えてほしいよ。でも、あやかちゃんも男として見てないしって言ってたからわからんぞ。あ、あやか俺のこと男として見てないの？そんなこと言ってた？男として見て、あやかは男として見てるって言われたけど。俺の子、俺が原因でアル中になったんじゃなかったの？
なんかもう恋愛の駆け引きってめんどくせえから分かんないから、俺は本人が好き嫌いって言ったことを信じるよ。考えるのめんどくさいもん。まさか俺のこと好きって言ってたよ、うん、最初言ってたけど好きだったってオチ。え、どういうこと？ミースケ、あー、はい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 、後からね、はいはい、手のひら返したってことか。あれは俺に言ったんじゃなくてのんちゃんに言ってるわけでしょ。俺は自分に言われたことしか信じない。うん、最初は違うって言ってたけど意地張ってたって言った。うん、まあいいじゃん。だからその時その時で、俺が嘘ついたわけじゃないから。それは俺は男として見てるよ、和道さんよ。え、どういうこと？よくわかんない。いや、男として見てる。男でしょ、だって俺こと。うん、何を言ってんの、うん、病人ばっかりなの。この枠何言ってるか全然わかんないわ。っていうかさ、ふわっちで一番可愛い女の子って俺ナシコだと思うんだけど、どう思う？ナシコさ、美人すぎない？俺ナシコの美人すぎる感じ。ナシコはね、なんかね、すっごいとんでもなく美人なのに、なんかね、幸薄いのがすごいんだよ。この子花がある感じがあるじゃん。超絶美人じゃん。本当の美人じゃん。で、俺なんでこの子ブレイクしないんだろうと思ってたけど、なんか枠開いたらね、なんかね、幸がすごい薄いんだよね。なんで幸薄いんだろう。服装かな。ちょっと幽霊っぽい、幽霊っぽいっていうかね、そう。なんか不思議な子なんだよね。試合は自分との戦い。ディーゼルさんいらっしゃい。そうだね。まあ、常に自分との戦いだよ。ワドさん優しすぎ。いや、別に普通に接してるよ。女の人と接するときあんな感じだよ、俺。なんだろうね、ナシコすげえ美人だよな。なんかね、あんまりね、美人すぎるとね、性の対象じゃないよね。綺麗すぎるとなんか、ある程度の綺麗さを超えるとさ、芸術の域に行くよね。だから俺綺麗な人苦手なんだよ。可愛い人が好きなんだよ。でもナシコはすごい顔整ってると思う。芸能人みたいだもん。怖くて当たり前です。あの達義さえで試合前。へえ、あの達義が、マジか。伝説なのに。へえ、そういうもんなんだ。あー、すごいなそれ。もう達義さんはガーガー寝るイメージあったわ。いや、勝つっしょみたいな。すごいね、マジか。なんかね、でもね、みんなはさ、その、戦うのが、なんて言えばいいんだろう、戦うのが怖いとかじゃないんだよな。なんか、明日死んだらどうしようみたいな怖さなんだけど、わかる？なんかね、違うんだよ。テルチャンピンが怖いとか、パンチが怖いとか、まあ、それもあるんだけど、そこじゃないんだよな、なんか。俺死ぬのかな、みたいな。なんかね、未来が見えなくなるんだよ、急に。ピタッと。そういう怖さなんだよね。いや、めちゃめちゃ怖いんだけど。あ、え、若造さんのコメント。え、あの和道も試合前になると怖くなるの？いや、ちゃうちゃうちゃう。あの、めちゃめちゃ怖いんだけど、俺。うん、とんでもなく恐怖を感じてるから。この画像ってなんだ？サメソニか。サメソニなくなったから、この喧騒。サメソニか、これ。サメソニックだね。漠然とした何かっていうかね、もやもやしてるっていうか、なんだろう、なんなんだろう、この怖さ、この怖さの正体を突き止めたいよね。なんなんだろう。確かに言われてみたら、いや、命だけはって、いや、まあ死なないとは思ってるけど、まあ別に死んでもいいんだよ。そこは怖くないんだよね、あんまり。なんじゃ、何ビビってんだろうな、俺。不思議だよね、ちょっとね。俺は一体何にビビってるんだろう。言われてみた。確かに、うん、相手を殺せって。いや、まあ殺す気でやるよ、うん、
いや、俺ね、ゼルで本番強いんだよ。俺は本番強いんだよ。子供の頃から。それはね、あんまり、心配してない。本当に本番強い。異常なぐらい本番強い。舞台慣れしてるっていうの。はい、アドツーマチルダ。なんなんだろうな、本当にわかんねえな、この怖さ。得体の知れない恐怖だよ。なんなんだろうな。基本、ニャンポスがリスナーに投げられ、誰ニャンポスって。まず、ニャンポスっていう人を聞いたことがないよね。流血騒ぎ。誰？ニャンポスって。ビビってる。超怖え。超怖えよ。ビビりまくってるよ。何なんだろうこの怖さは。ミールいらっしゃい。寝なくて大丈夫。ミール寝な、もう。明日早いんだから。自信がないからなんだろうな。あー、的確な表現かも。あー、そうかもしんないね。うん。あー、的を得てるかもしんない。多分そういう怖さなんだと思う。うん。おうおうおう、そうだろうね。多分自信がないんだよ。それだ。それだ。なんか、すごい的を得てるよ。武者震いとは違うの。武者震いは経験あるの。武者震いはね、経験あります。多分どれさんも、多分みんな選手と同じ思いだと思うよ。うん。みんな同じ思いしてる。まあ、強弱はあれど、それを克服してる選手もいれば、俺みたいに克服してない選手もいるんだよ。オナニーに逃げてるやつもいるんだよ。俺はもうオナニー4回したからね。多分今日8回ぐらいすることになるから。やばいな。いつも通りの動きが、いや、あのね、あ、まあ、ここで言うのも、野暮だよな。まあね、いや、あのね、楽しみでもあるんだよ。正直言うと。少しだけ、2割もいかない、1割ぐらいかな。結果にこだわってるんですか？結果にこだわってますね、秋吉さん。いや、もう2回、朝起きてに、もう起きてすぐ2回やった。2時間以内ぐらいにやったね。うん。ベッドの上がイカ臭い、ティッシュだらけだよ。やっぱ結果にこだわるもんなんじゃないのかな。負けたっていい。負けたくないんだよね。なんだろうね。なんか、その、裏切るキャラでいたいの。常に。リスナーを裏切り続けたいの。いい意味で。で、やっぱり負けるっていう声がでかくなると、こいつらを、ちょっと好きにさせたいっていうかさ。うん、ちょっとこいつらを、オンワード頑張ったじゃんって言わせたいっていうね、ちょっと裏切りたいんですよ。なんだよ、負けると思ってたよ。うん、負けるのが怖いっていうよりも、負けるのが怖い。そこじゃない。負けるのが怖い。ちょっと違うかな。明日は前線期待してるよ。勝っても負けても関係ねえよ。
ありがとう、サンナも。長い。試合1週間前オナニーするなんて漫画に書いてあった。いや、もうしまくってるよ。1週間で多分50回以上してるからね。寝れないからオナニー、寝れないからオナニーっていう日々だよ。ファイターとかじゃないからね。もうオナニストだから、ね。何が怖いんだろう。多分ね、知ら、あ、これね、俺、そういえば昔、放送でよく言ってたんだけど、あのね、人間で何に恐怖するか、なんで宇宙人が怖いか、幽霊が怖いか、ヤクザが怖いかって、知らないから怖いっていう解説してたわ。人間の恐怖の根源は知らないものに対する恐れって言ってた。だから、分かった。経験したことがないから怖いんだ。試合の。俺、分かったわ、これだ。知らないものが怖い。要は、リングの上に立ってないから怖いんだ。これじゃない？多分。多分これだよね。そんな気がした。俺が怖いな、自分。超かっこいい、竹。超かっこいいセリフ、さらっと書いたね。うん、中二病マックスだね。俺は自分が怖い。俺の中にもう一人の自分がいるっつって。ああ。ああ。どうすればいいんだ。どうすれば。どうしてだよーっつって。やべえ、またあれだわ。またあの、俳優ディスりたくなってきたわ。なんだっけ。デスノートの俳優なんだっけ。いや、寝坊しようかな。リングを見るか。あ、そういう意味か。匿名さん。なるほどね。なんだっけ。山田孝之じゃなくて。俺の大嫌いな俳優なんだっけ。藤原竜也だそうだ。ありがとう。そうそうそう。藤原竜也。サイコパスの心理だから、自分が怖いのは。おー。大遅刻笑うよね。大遅刻笑うよね。いや、全然あるからな。全然あるからね。爆笑だよね。和道選手、遅刻により、テレチャンピンの不戦勝です。わーっつって。MVP 飛んじゃないの、テレチャンピン。MVP でしょ、完全に。うん。うん、笑うわ。こんばんは、アイリーナスケさん。ウォームアップはするよ。めちゃめちゃする。2時間、3時間やるよ。びっちゃびちゃの状態で行く。いや、寝坊でも夜勤発生でしょ。確実に50万。大借金背負うっていう枠。ユニフォームは、進撃の巨人。そうそう。この画像のやつね。これ結構高いんだよ。上下で2万超えるかな、3万ぐらいかな、全部で。でもね、バンテージがね、今日洗濯してすごいいい匂いなんだよ。で、バンテージがボロボロなのよ。で、一人でニパニパしながら俺かっけーってやってた。ボロボロになったバンテージでニパニパしながらかっけーな俺って。宝物になったよ。遅刻して最後の試合にしてもらおう。メインマッチ。
すいませんっつって。ブーイングの嵐だろう、ね。いや、鳥ないでしょ。ベンゾさん、ブチギレでしょ。ベンゾさんと戦うことになるよ。リアルに。配信外で。ボディ攻め。すいませんって言いながら、おいっつってボディ殴られるんじゃん。ホームアップはバッチリやります。安心してください。体は温めて、なんかもう体温めてる時間がないんだって。だからもうドレさんにはもうマックスの状態で1ラウンド目のゴング鳴った瞬間ピークの状態でいかないとダメなんだって。もう汗ダクダクで湯気出てるぐらい、うん、試合めっちゃ楽しみ。あ、ありがとう青さん。怖いと思うけど、その怖さをパワーに変えていこう。俺ね、多分ね、ゴング鳴った瞬間、全部真っ白になると思う。いい意味で。ファーって、もうね、こんな感じ。もう音がなくて、もうほんとこんな感じ。ファーって。ファーって。わかる？そういうタイプなの。全く何も聞こえない。もう、歓声とかも聞こえない。その、もう、ファーっていう。で、瞳孔目が開きまくってて。そう、白昼夢。そういう体験何回もあるの。で、こういう本番ごとで結構それが多いから、多分なるだろうね。多分だからもう周り見えてないと思う。まあ、脳汁出たら関係ないですね。うん、出るでしょうね。出る前にやられたら終わり。エンドルフィン出さないとね。気持ちいいんだよね、その世界は。ふわーってなんて言えばいいんだろう。超極限集中みたいな。その時に時間がなくなるのね。スローモーションと一瞬が同時に起こってるみたいな。時間がないっていうことを体感でわかる。浅井さん来ないよ。浅井さん呼んだら多分リングインしそうで怖いわ。私も出ますとか言って、和藤さん頑張ってください、私も戦いますみたいな。和藤さんを殴らないでください、喧嘩はダメだとか言って、あ、これはおつけだ、はあ、とか言ってあの人は強いとか言って、うん、わけわかんないことに誰も止められないから浅井さん、うん、倒れたくないな。一発も倒れないで、二人とも倒れないでバッチバチに殴り合いたいな、最後まで。倒れるっていうパンチがなぜ倒れないんだみたいな、漫画みたいなシチュエーションがいいな。二人ともね。海宝さんはパニック障害じゃないよ。ラムネでしかない、デパスで治るわけない。もうボンもパニック障害持ってるけど、リスペリ、俺もリスペリドン。うん、でもね、デパス処方されるよ、パニックでも。頓服で。俺もリスペリドン。うん、知ってる知ってる。俺知識あるから。俺も同じだから。はい、もう分かってるから。でもデパスで頓服を出されることもある。うん、俺前デパスだったから。で、リスペリドンに変えて、リスペリドンが一番効くんだよ。でも舌乾くんだよね。いや、それね、相性なんだよ。自分が合わないからっていう。あれは良くないよ。聞く人いるから。小さな予想枠ですか？和藤さん応援してるリスナーが多くて嬉しかった。ん？小さな予想枠。あ、そうなんだ。嬉しいな。なんか、そういうのほっこりするよね。見るとね。パーって見つけて。俺もそういう時あるよ。ああ、配信やっててよかったなって。こういう人がいるんだって。うん。いいっちゃきいいらしい。うん。里見さん。
里見さんも戦ってるんだって。いや、それ便乗してるだけなんじゃないの。ポンスケとかセブンとか TJ とかね、いろいろ見たいのにね。俺は特にセブン、ポンスケ、みやびさんあたり見たかったけど。うん。いやね、体質があるのよ。で、結構最初はデパス、トンプクで出すの。軽いんだよ。デパスで聞く人もいるから。で、トンプクを持ってないって言って、デパスなら持ってるって言って飲んでたから、嘘をついてるわけないよ。俺間近で聞いてるから。トンプク持ってないのって聞いたら、あ、持ってないって。でもこれならあるって言ってデパス飲んでた。和道スタイル。これマジで言っとくけど、はっきり言って配信者の和道としてじゃなくて、どちらかっていうとね、バンドやってた頃みたいな感じで出ると思う。なんだろう、その、余裕がないから、その、受けを狙おうとか、ここでこうしようとか、一切やらない。本当に生き様ドカンと出す。表現者として見て。そのまんまでいく。もう、生き様。もう今まで生きてきた、練習してきたとか、いろんなもの全部ひっくるめて、悪いこともいいことも、トラウマも何もかも全部そこで表現しきる。うん。それだけ。だから、受けは狙わないっす。それがスタイルですね。まっすぐ行きます。俺、絵本でさ、子供の頃読んでた絵本よく買ってもらってたの。でね、好きなタイトルの絵本があってさ、僕は歩いたまっすぐまっすぐっていう絵本が一番好きだった。なんかいいんだよ。まっすぐ歩くだけの絵本なんだけど。僕は歩いたまっすぐまっすぐが好きだった。そうだね。まあ、死ぬ気っていうか、もう、未来のこと考えてない、本当に。想像ができないの。リングに全部置いてくよ。うん。大げさかもしんない。かっこつけてるかもしんないけど、本当にそういう気持ちなの。もうなんか、勝った後飲み会のこととか全然ない。なんて言うんだろう。勝つイメージ、負けるイメージも両方ともないの。もうリングで、もう、置いてく。全部。うん。修学旅行前日寝れないタイプ。俺もそのタイプ。里見も練習しなきゃって言ってたけど、里見練習いる。いや、むしろ里見さんが一番ハードな練習いるでしょ。ぶつかり稽古とかさ、四股とか。ドキドキだよね。バンテージでも巻こうかな。規則絶空。いやー、仏教は勘弁してください。うん、なんか、格好悪い戦い方するかもね。アホパッカン系かもしんないけど。でも、それもいいじゃん。受けは狙わないけど、そうなっちゃうかもしんないじゃん。あれって、カマキリ、うん、とにかく全部やるよ。知ってる？まっすぐまっすぐ。おばあちゃん、そう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 。さっき知ってる？あの絵本すごい好きだった。グリとグラとかさ。のんたん。のんたんじゃなくてなんだっけ？のんたんっていう絵本もいっぱいあったな。逃げまくるか、一か八かで。いや、逃げらない。逃げる気全くないよ。正直それは。足使うとかないよ。ない。あげ、くげたろ。そこは安心していいよ。バッチバチに行くから。うん。だってそれしか勝つ方法ないんだもん。俺には。19時から。おやすみ、ミール。よろしく。任せたよ。
うまく右のパンツが当たれば、勝機あり。あのね、正直言うわ、右のパンツ当たんないと思う。左はね、多分何発か入ると思うけど、右は後半だろうね。序盤当たんないと思うよ。で、多分ね、ローになると思う。和道さんの練習の成果 120% 以上発揮される。いや、俺本番強いから多分 300% ぐらい出るよ。大丈夫だよ。勝負強さ見せてあげるよ。めちゃめちゃ子供の頃から勝負強いから絶対勝って。ハードル上げるね。まあね、練習は楽しかったよ。本当にあの奇跡起こすタイプだから、それがね、勝ちにつながるかどうか分かんないけど、見せると思うよ俺は、何かしらで。あし、ん、今日何時頃、分かんない、寝れないから枠開いた。叩き枠叩き枠、ちょっと見てみようかな。でも音が聞きたいんだよな、うなちゃんマンゴの音が面白いから、叩き枠ちょっと見てみようか。やって、やっていいよ全然。俺うなちゃんマンコは公認だから。んちょっと待って、ドレさんを殺すなよ。うなちゃんマンコやりすぎだろお前。ドレさん惨殺してるわ。これはさすがにやりすぎだわ。え、イラストでもドレさんを殺すのはダメでしょ。やべえなこいつ。ドレさん、あ、お前バンじゃん。ああ、あ、バンになった。お前、おっぱい出てるよ。おい、おっぱい出てるよ、うなちゃんマンコ。あ、バンだ、お前。バカだね。何やってんの？お前、タヌキキャプってるだろ。ああ、もう消してるよ。もう、遅い、遅い。バカだね、気づくの。はめられてんじゃん。はい。ご愁傷様です。おっぱい映しちゃった。ああ、アンチにはめられてるな。明日は何時からですか？うん、19時から。テレジャンビンだよ。うん。勝てば花火あげるぞ。仏さんありがとう。うん。むしろリングで口で論破。それ面白いね。おい、ちょっと、お前グローブ外そうぜっつって、喧嘩突みたいな。和田リフェリー困惑だよ。二人で喧嘩突始まったら最高に面白いよね。なんだてめえこの野郎とか言って。おめえが先に喧嘩打ってきたんじゃねえのかよみたいな。こっちは鳩飛んでんだよみたいな。何？何の用なの？とか言って。笑うよ。それは面白い。はい、台本って言われる。うん、オッケーオッケー、さっき。いや、金梅さんは今箱根にいるから。昼までぐっすり寝れたら、多分歌舞伎町あたりプラプラしそうだな。それからランニングするか。絶対勝って。やっぱ勝ってほしいもんなの、ファン心理としては。勝ってほしいの、やっぱり。その、いや、なんか変な嫌味とかそういう意味で言ってんじゃなくて、うん、負けた方が俺っぽいけどな。勝ってほしいの。あ、目温める。あ、オッケーオッケー、ありがとう。あっという間に終わるからね。2ラウン、2回ダウンで終わりだから、あっという間だから、本当に。みんなが思ってるより。一瞬で終わっちゃうんだよ。運が悪いと。だってスリップしたところにパンチ当たったらダウン取られちゃうからね。下手したら。で、それが2回起こっても終わりよ。なんだろう、このバンテージのかっこよさ異常だよな。明日打ち上げ行くよ。みんなと、リスナーさんと。
行く行く。地方から来てる人もいるし。全然行くよ。で、みんなも飲みたいでしょ。いい酒にしないとね。みんながうまく飲める。あの最高だったよ、つって。試合当日何時頃結果報告放送。いや、わかんないよ。やるかどうか。打ち上げでもうリラックスしたいし、配信やるかどうか流れだね。うん。オッケーオッケー。うん。持っていく薬が多すぎて泣きたい。あんま気にしない方がいいよ。そういうのは。いや、しないしない。しないしない。しないどころか、俺、ハルさんと、サスケと、木村ラジオさんと、二丁目でゲイバー行ってるな。彼女、俺タイプじゃないよ、絶対。63点って言われたもん。ねえ、オファコしたいよ、俺も。みーちゃん、ありがとう。頑張るよ。風船100個ありがとう。俺だって、それはワンチャンあるんだったらやりたいけど、もう絶対違うの。絶対あの子俺に興味ないもん。断言できるね。でもワズさんしないよね。俺全然パコっていいよっていう子だったらパコるよ。全然パコるよ。彼女いなければね、うん、彼女いなかってセックスしようって言われたら全然速攻、もう速攻するよ、うん、全然やる。ゲイにモテた？いや、モテなかったね。え、全然するよ、俺。うん。彼女いたらしないけど、そういうことは。だって別に大人なんだからさ、いいじゃん。大人がね、別にセックスしたくてして何が悪いんだっつって。なんかやだ。そうか。なんかやか。うん、そっか。でもなんか嘘をついてもしょうがなくない？そこで俺はパコらねえやとか言ってどうすんの？クラインかってなるでしょ。うん、クラインかってなる。初コメありがとう、かおりちゃん。誰も傷つかないんでしょ。右がもし仮にいいの入ったら倒す自信は正直ある。右が綺麗に入ったらね。ただその右を当てるまでの作業だと思ってるの。その前に俺の左足が持つかだよね。時間がかかるんだよ、ああいう反射神経いいタイプは。足潰すかボディに散らすか、要は意識下げないといけないから。もしくは足潰してそのもうサンドバッグに変えるか、それかもうスタンディングでラッシュかけて、スタンディングダウン取っちゃうか。まあ、いろいろ方法はあるんだけど、右がスコンと入ってみんなが思う KO みたいなのは、まあ、それをね、やるタイプはテルチャンピンなんだよ、逆に。当て感が良くて、反射神経良くて、カウンターうまいやつ。俺はもうドルロクサクいくよ。ドルロクサク、ボコボコ打たれながら、じわじわ詰めていくよ。だから不意なカウンターもらわなければいけると思うんだよな。
まあ、便所さんもいい企画考えたもんだよな、本当に。ナイス企画だよ、これは。これ第2回、第3回やっていきたいよね。いや、俺は主催じゃないけど。カウンター逆にもらう場合。そうそうそう、ガード下がってるとバッチリ入るし、パンチ軽くても全然倒れちゃうよ。自分の体重、掛け算だから。何回もカウンターもらってるけど、やばいっていうの何個もあったよ。要はね、来るって分かってたらどんなに重くても何とかなるんだよ。何とかなるんだけど、カウンターだけは不意打ちみたいなもんだから、もうね、意識してないとパッカーンですよ。試合、俺第2試合だから、もう、あれでしょ？ 19 時15分には始まってるでしょ？いかんていらっしゃい。オッケーオッケー、おやすみにゃ。おやすみ。マジででも号泣させたいな、リスナーを。なんか号泣させたいな。奇跡起こしてよな。全米が泣いたみたいな。まあ、チケットはいいよ。のんちゃんが来るの信じてる、俺は。待ってるよ。さんワドさんのことを思ってるから、でもね、もう3日前から飯食えてないんだって、のんちゃん。でパニック起こしちゃってんだよね。あ、来れないと思う、多分。クラブ、グラブ重いから素人には打ち疲れ。グローブのことか。あ、まあ出るね、16オンスは全然出るよ。てかもう3ラウンド目ヘロヘロで動けないと思うよ。まあ心配だよね。気になるよ。抱きしめて、いや、まあ恋人じゃないからそれはしないけど、見てもらいたい、やっぱり。左の和道さんがかっこいいステッカーのデザインだが、これ会場で売ってるから買って。お夏ありがとう。これ加工してかっこよく見せてるだけで、腹でっぷりしてるから。これいい写真だよね。
おやすみ。おやすみ。はいよ。おー、ユキテルさん、言い切るね。いや、こういうの嬉しいよね。まあまあ、そこはどっから来んの、ユキテルさん。根拠は。俺ね、別にね、お前は負けるって言われても別にナーバスにならないんだけど、明らかに、なんつうの。ただ俺に嫌がらせをしたくて言ってくるやつっているじゃん。それはもう論外ね。ただ、いや、俺、正直テル勝つと思うよ。こうでこうでこうでっていうのは結構聞くの好きなんだよね。いなくて平気じゃなくて、平気じゃないよ。でも、なんだろう。平気じゃないよ、全然。でも、なんだろう。なんでね、俺今回、もう本当に終わりだなって思ったかっていうと、俺、今までは俺が別れるって騒いでたんだよ。のんちゃんから初めて別れるって、のんちゃんが初めて意思を出したの。で、メールで送られてきたんだけど、そう、こうこうこうで、こうでこうだから別れるってはっきり言ったから。あ、ドレさんとの練習を見て。気持ちで勝つ。なるほど。本番俺は修羅とかすよ。修羅場に行くよ、俺は。アシュラですよ、アシュラ。おっさんのパワー見せてやるよ。顔面ボッコボコになるかもね。もう3ラウンド目入ったら、もう最後遊びだと思ってるから、ノーガードで遊びに行くから。試合捨てて楽しみに行くから。3ラウンド行けたらね。もうレイセフォーとマークハントみたいな試合やりてえから、ノーガードで気持ちでぶつかりに行く。まあね、苦しんでるけど、そんなこと言われてもね、俺配信者だから。配信はやっと見つけた生きる場所だからね。申し訳ないけど、配信撮るクソ野郎ですよ。セコンドロハコさんだよ。セコンドはロハにあるんだよ。あれはさ、目点か持ってるのに眩しいよ。ライト消してもらっていいですかって。ロハさん、水ちょうだいって。ああ、僕、右手が握力がないので、キャップが開かないですね。セコンドアウト。ワドさん、ちょっと足がもつれて降りられないです。セコンドアウト。はい。面白いね、それ。笑うよ。ちょっと待ってろ、今すごい力が出てくるからっつって。ロハコさん、期待大だよ。ロハコさん来るのじゃなくて、俺のセコンド。俺とロハコさん同時にリングイン。多分、セコンドで一番、ねえ、いいセコンドを選んだと思うよ。配信者の中で。期待大でしょ。やっぱ、ニコ生系の人が出ないっていうのはちょっと寂しいから、ここはロハコさんしかいないなと思って。だね、ちょっとね、ちょっと遊びすぎたなと思って。タチュヒコとかにお願いすればよかった。絶大な安心感があるじゃん。もっとこう攻めましょうとか、気合い入れましょうとかさ、やってくれるじゃん。水の補給とか絶対完璧にやってくれんだよ。だから休憩は自分でやんないといけないからね。あとはロハコさんの顔を見てリラックスするよ。もう親友だからね、俺は。ロハコさんは。
わ、僕のリングだろっつって、違う違う、顔面ボッコボコになるんだろうな。だって日曜日おでこがパンパンに腫れて熱持って、ね、痛かったもん。首とおでこがパンパンに腫れて。インファイターは打たれるのが仕事っていうけどね、もう首がガッチャガチャになる。あれもう寿命減るぜ、インファイター。選手生命短いのがよくわかった。ボクサーのインファイターは特に恐ろしい仕事だよね。パンチを自分から当たりに行くんだよ、あの威力を殺すために。考えられなくない？パンチを殺すために自分からパンチに飛び込んでいくのよ。要はフルスイングでもらうぐらいだったら玉砕じゃないけど、肘が伸びきる前に潰しに行くのね、おでこで。すごい世界だよね。正直想像がつかない、明日どんな配信なのか。え、でもさ、みんな的にはやっぱ全体が楽しみなんでしょ。俺の試合はまあ楽しみだとしても全部見るわけじゃん。だからそういう意味ではまあ盛り上げる、一番盛り上げてやろうとは思ってるけど、なんだろうね、まあ、負けても勝ってもさ、次っていう気持ちになるじゃん。もう次の試合見れないよとかないでしょないでしょ別に。もう見てらんないよとかないでしょ。全然見るでしょ。まあ序盤だからね、盛り上げますよ。ヒカルくんとドレさんにね、いいバトンをつなぐよ。試合応援いたします。ありがとう。なちゃんまんこ、ありがとう。大丈夫だった、バンになんなかったクソ笑ったんだけど、タヌキかなんかのアンチにやられてた。いや興味湧くでしょ。これを超かっこよくやってんのよ、超高等技術で。だ K1 とか昔の見ると熱くなるよ。マサトとかさ、すっごい技術力なのよ。もう芸術、もちろん気持ちも一流、技術も一流、パワースピード全部一流。もう練習もすごいし、もう感動するよ。俺マサトの練習、サラリーマンの頃実は見に行ったことがあって、2時間ぐらい怒号がずっと聞こえてるの。えっえっえっ、バンバンってずっと蹴ってる。やばい練習やってるよ。何すかこの叫び声って言うと、あ、マサトくんだよ、知らないのって。近所の商店街、ジムがあるんだけど、商店街中に響き渡ってんの。窓全開でバン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 落としながら、マサトの叫び声、あいあいみたいな。世界を取る人ってこういう人なんだなみたいな。イケメンだしね、マサトかっこいいよな。
俺らのガキの頃は K1 アンディフグとかさ、 K1 全盛期だからさ、 K やばいよね、ゆうきさんね。アンディフグとかさ、マイク・ベルナルドとか、もう死んじゃったけどね、マイク・ベルナルドもアンディフグも、あと、まあ、アーネスト・ホースト。俺はね、あのレイセフォーが好きだったのね。レイセフォーとか、あの、まあ、ボクシング上がりの人、あのバンナとか、ジェロム・レ・バンナとかね、うん、あとその極真最強だった、極真で世界王座の、フィリオとかね、あの頃の K1 すごかったよ、ヘビー級は。世界中のトップスターが集められてたもん。本当に世界で一番の立ち技を決めようっていう。面白かったよな。ボブサップとか出てきた頃にはもうしらけてたけどね。シューバー、俺ね、総合が嫌いなの、実は。あの総合格闘技って俺喧嘩だと思ってるのよ。喧嘩じゃないんだろうけど、なんか見てて燃えないんだよね。なんかスポーツマンシップみたいな、武道みたいな考え方が好きだから、だから一番好きなのはボクシングなんだよ。うん、うん、今の K1 はタケルの時代なんだ。うん、全然わかんない。天心とかすごいでしょ、那須川天心だっけ。俺は総合は全然興味ない。だからもし勝ってね、次呼ばれたらボクシングルールじゃないと出ないってわがまま言おうかなと。フィリオみたいなゴムチューブ使った練習は誰もやってなかったな。あ、フィリオそんな前からやってたんだ。っていうか俺はね、フィリオはキックボクシング始めて弱くなったと思ってんの。フィリオがあの一撃シンは要はやってた頃はすごい好きだった。うん、すごい好きだったね。あのもう本当にカウンターでバンって空手、極真の空手の戦い方で一撃で仕留めるんだよね。すげえかっこいい。寝たいよ、平気じゃないよ。アーツと新宿の殴られ屋を知り合い、へえ、そうだったんだ。へえ、マジで。へえ、ピーター・アーツも強かったよな。明日入り時間何時なんだろう。昼過ぎな。うん、さあもう、もう体温めて楽屋に引きこもる。ひたすら楽屋に引きこもる。下手にボクシング、要は長くスタイルでやっ出たのをね、やっぱね、小綺麗にやろうとしてスタイルがぐちゃぐちゃになっちゃったんだよ。楽屋とかかっこいい。当時はアーツとベルナルドとか新宿フラフラしてたから。へえ、勝てそう。
足に入らなければ、左足がもうボロボロで、左足ピンポイントで入ったら一発で沈んじゃうから、正直言うとテルの蹴りいいんですよ、右足で、右足でバンバン狙ってくるだろうから、カットだよね、全部さばききる、一発ももらっちゃいけないっていうプレッシャーはすごいよ、一発もらったらアウトだと思ってる、絶対立てない、もう足引きずって歩いてるぐらい痛いから。うっせえな、天井ドンです。まあピンポイントで入れてくるよ、絶対絶対入れてくる、もうだって弱点つくのは基本だもん、逆に回るのセオリーじゃないんですよ、ファックさん、左に回るのがセオリーだから、もうそれで練習しちゃってるからね、無理でしょ。対戦相手はね、あのテルチャンピオン、じゃあ今ドーンってうるさかったから天井ドーンした、あ、まあ死にはしないのは分かってるよ、違うんだよ、そういうビビりじゃないんだよ、あのなんていうのかな、もう動けなくなるんだよ、桃缶をねバッチンって蹴られたらあれなんですよ、ビビる痛さとか死ぬ怖さとかじゃないの、痛くて動けない、相手はうん喧嘩は結構やってたみたいだけど、テルチャンピオンの弱点、これはインファイトだと思ってるから潜り込もうと思ってるけどね、うん、そうそうそう、でもうもう左足ボロボロだから、うん、そうなんだよね、桃缶にバチンって入ったことないと何とも言えないよねあれ、うん、食らってないと分かんないと思う、うるせえな、どんどん、そうなんですよね、アドレナリンがもうマックスに出てたら痛くないですよね、この前はねアップの段階でね E の桃缶に入っちゃったんでもう萎えちゃって、だから楽屋でもうバンバンに上げておきます、そうなんですよ、アドレナリンを出しとかないとね、楽屋で超動くから、3時間ぐらい温めるよ、 2,3 時間体もマックスでピークで上がる、あー手震えてきた、怖え、空手は特にねもうローが主体だからね、ローとボディ、鍵好きとかね、水月蹴り、水月蹴り一回出したいけどな、かっこいいよね、空手の技、三日月蹴りか、まあでもなんか本能できそうだからな、奇襲かけられたら嫌だから奇襲かけたりとかいろいろ考えるよね、ありがとうココさん、ありがとう、
なんかでもあれだね、旅終わったらジムとか通いたいね。キックボクシングでも、ね、なんでもいいけど、うん、高いですね。反射神経もいいし。あ、いや、ドルさんも全く同じこと言ってましたよ。ヒカル、テルチャンピン、ワドの中で一番才能があるのはテルだって。うん、で、一番今現状強いのはヒカルくん。で、一番弱くて一番才能ないのはワドって言って。シータイらしい。なんかやっぱ体が変わったりとか強くなったり技を覚えるのは楽しかったんで、普通に。まあ終わった後っすよね、うん、終わった後やりたくなったら続けようかな。まあ旅行くけど、うん、怪我するする、全然する。どうだろうね、捨て頃の後が鍵だと思ってて、俺は今のままズルズル行ったら半年後には閲覧8、同時閲覧80ぐらいの生主になっちゃいそうな気がする。一回落ちると思う。でもなんかこう面白い展開を作っていったら普通に大手になるんじゃないかなと。客はね、300席が今ソールドアウトしてて、立ち見プラス30かな。まあ関係者とか入れると400人近くになると思うけど、どれ自体素人に見えるけど、コブリーさんいらっしゃい。あ、そうなの。俺全然ズブのド素人から見るとやっぱすげえかっこいいけどな。テルジャンビン仲いいよ。勝手に仲悪い同士の試合と思ってました。そしたらベンジョさんがね、なんかそういうプロモーションをしたんだよ。で、俺はその台本乗っかる気ないよっつって、俺もテルも別に普通に仲いいから普通にやろうっていう。要はね、ベンジョさんが書いた台本を俺らが乗っからなかったんだよ。で、ベンジョさんも折れたっていう。もういいよっつって。お前ら仲いいなっつって。わたけちゃん、パフェありがとう。パフェありがとう。チケットキャンプで売り出された。なんだろう、チケットキャンプかわかんないけど。まあ、結構なんか来ない人とかも連絡来たね。行かないわ。もったいない。ね、盛りだくさんだよね。はい、ワドツ。逆に仲いいのに本気で殴り合いますか？怒りがないと。ああ、それは多分ね、女の人の感覚だと思うよ、ニトロ。男は全然できるよ。逆に、だけど、その、試合後とか、試合前とか気まずいけどね。やっぱ一週間ぐらい前から目合わせたり、顔合わせるのが嫌になってきた、お互い。それは感じる。気まずそうな。俺も気まずいし、あんまり喋りかけたくないっていうか。ナーバスだよね、お互い。あんまり口数が減ったよね、うん、なんかそうならないと思ってたけどやっぱなったね。あ、俺こいつぶん殴るのかとか、こいつにぶん殴られんのかみたいな、いろいろ考えちゃう。視線感じるしね、リングに上がってる時に。あ、流れますよ。僕は楽屋風景動画で撮影して、後日解説枠やるんで、僕の YouTube チャンネル登録しておいてください。チケット1万2000円とかになってる。あー、プレミアついてんのね。まあ、それでも欲しい人いっぱいいるでしょ。
メダル欲しいな。勝ったら賞金とか、いや、ですね、ギャラが一律、出演者は歌の人とか3万円で統一なんですよ。メンドさんが差別したくないっていう、あくまでイベントだからっていう。で、まあ何ヶ月前かな、1ヶ月ぐらい前にそれじゃ盛り上がんねえだろって言ってくれたリスナーさんがいて、勝った方にこれ渡してって金一封封筒の中に入ってるらしくて、で勝った方にはだからその封筒の中身金一封もらえるらしい。で全試合の中で MVP 一番いい試合した人にさらに勝者に金一封で、その中身は便所さんも知らないって、もう封筒をそのまま渡されたからそれを差し出すって言ってたよ。だから3万円プラス勝った方はお金が入ってさらに MVP でさらにもらえる。でなんかさらにまたお金出すって言ってるスポンサーさんができたらしくて、でなんて言うんだろう、そのなんかなんとか賞みたいなのを作るみたいなこと言ってたね。うん、結構勝ったら美味しいっすよ。俺はね、でも一番欲しいのは勝者の称号とメダルなんですよ。ステゴロのメダルがプレゼントされるのね。メダルが欲しい俺は。自信につながるからさ、今後の、うん、結果が欲しい。でもギャラ3万っていうだけでも太っ腹だと思うよ。結構カツカツだから、40人に3万円だって120万かかっかんな。そうそう、称号が欲しいし、俺はこれで儲けようって考えてるんじゃなくて、これで有名になってでね、ファンが増えてで配信のもっともっと稼げるようになりたいっていうのが俺の夢だから、そのきっかけになるっていうか、ここに捨て頃に1本杭打ちたいよね、配信者として。マサルさんこんばんは。うん、俺はそう思ってるけど。じゃあ金梅さんが始まったんで、皆さん金梅さんに移動お願いします。金梅さんに和道からって書いて。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。